皆様こんばんは、ささやき女官アクアです。最近、昔の人のトイレ事情でしたり、昔の人が生理の時どうしていたかといった動画が人気ですので、今回関連動画を作ってみました。今回は究極の下ネタに迫ってしまいます。昔の人って用を足した後お尻を拭いていたの？拭いていたとしたら一体何を使ってお尻を拭いていたの？という疑問にお答えしたいと思います。まず本題に入る前に、そもそもなぜ人間は用を足した後にお尻を拭くのかというところを簡単にご説明いたします。例えばチンパンジーのお尻は肛門が丸見えなのに、人間のお尻は両側に膨らみがあり、肛門はその奥に隠れています。これは人間の二本足歩行に関係しています。直立姿勢を保つため、お尻の筋肉が発達し内臓を支えるため、上体の下部にも筋肉がつきました。人間以外の哺乳類は直腸の粘膜を少し外に出すことができ、排便時直腸の粘膜を出し、排便後また元通りになるので肛門周辺が汚れません。ところが上体下部に強力な筋肉がついた人間は直腸の粘膜を外に出せなくなりました。肛門も奥にあるため、大便がお尻につくようになり、その度にお尻を拭かなければならないのです。だから人間はトイレットペーパーのない時代から何かしらではお尻を拭いていたのです。トイレの後、処理のための紙が最初に使われたのは1300年前の中国だったと言われています。初めて文献に登場した利用者は6世紀の中国の皇帝や同時代の富裕層でした。6世紀にはトイレでの後処理に紙を使ったのは高い身分の人に限られていたものの、その後トイレで紙を使う習慣は中国全土に普及していき、早くも14世紀にはかなり多くのトイレ用のちり紙が生産されるまでになっていました。しかしこれだけ中国で普及したトイレ用の紙ですが、他の国ではなかなか受け入れられませんでした。トイレの紙はしばらくの間世界の他の国々では浸透しなかったのです。ならばトイレットペーパーがない状態の時代は、人々は用を足した後に一体何を使って処理をしていたのか気になるところです。トイレットペーパーがない状態の時代に、人々は用を足した後に一体何を使って処理をしていたのでしょうか。その道具は国や地方、個人的な好み、そして何より富によってさまざまなバリエーションがありました。大昔の人々はしばしば川で用を足し、水、木の削りくず、葉、干し草、岩、砂、苔、海藻、リンゴの皮、貝殻、シダなど、その辺に落ちている手ごろでお金のかからないもので処理していたそうです。中には最もお金のかからない手段である自らの手で拭う場合もあったということです。古代ローマには公衆トイレがありましたが、そこでは海面スポンジを先端につけた棒を設置し、それを塩水につけた状態で置いておきました。そしてそこでそれを次の人が使うのです。一方、富裕な人々は用を足した後、麻やレース、羊毛を使って拭いていました。17世紀のフランスの富裕な人のあるコメントでは、一番便利なのはガチョウの首で、あれはよく汚れを落とすことができるといったものもあります。
富裕層間においては髪がなかったわけではないのですが、それは陰部に髪のカスがついてしまったりするという問題点があり、全く浸透しませんでした。アメリカの人々はトウモロコシのほじくを好んで使っていて、やがてそれは通販カタログなどで売り出されるようになったのですが、それはほじくに穴を開け、トイレに引っ掛けておけるようになっていたグッズでした。また、極寒の地に住むイヌイットやその他の民族は、後処理をするための雪を常に持ち歩いていたということです。一方、エジプトは砂漠に落ちている小石を使っていました。最近でもピラミッド観光の男性ガイドたちは、ポケットに小石を数個必ず入れているとのことです。砂漠に落ちている小石は熱いので、拾ってもすぐに使えません。だからポケットで冷やしておくのです。使い終えたら捨てますが、灼熱の砂漠なので、自然に消毒できるようです。インドや中東の国々では、今でも左手を使って用を足した後の処理をして、その後、手をよく洗う方法が一般的なようです。そのため左手を不浄の手と呼び、食事中は一切左手を使わず、右手を使って食べます。このように、用を足した後の道具には、様々なバリエーションがありましたし、また、現在でも世界人口の2分の1、つまり35億人くらいしか紙は使っていないようです。海外にはトイレットペーパーを買えない人たちもいます。また、紙は水がないと作れないので、トイレットロールを作れない国だってあります。砂漠の国、例えばサウジアラビアやアフリカの国々では自国で作るのは無理で、だからサウジアラビアは砂と水でお尻を洗うのです。ヨーロッパでトイレットペーパーの人気が高まり始めたのは1900年代です。きっかけは屋内の水洗トイレが普及し始めるにつれてといった感じだったようですが、それよりちょうど60年ほど前にドイツのケラーという人物が1844年に木材をすりおろしてパルプを作る機械の特許を得て、紙が木材からできることを証明して材料革命が起こったことも関係しています。この1844年の材料革命の前、16世紀から17世紀頃にはヨーロッパで紙がようやく普及してきましたが、当時のヨーロッパの紙の原料は木材パルプではなくボロ布でした。19世紀まで紙はまだ庶民が贅沢に使用できる状態にはありませんでした。19世紀に人口増に伴う紙の需要増に対応できず、原料問題、つまり布ボロ切れ不足は社会問題化しました。屋内型のトイレの普及や水洗トイレの開発が行われていた時期に、こうして紙の量産が可能となり、また屋内の個室のトイレには備え付けの専用の道具が必要というわけで、屋内型のトイレの普及はトイレットペーパーの市場を広げることになったのでした。縄文時代は貝殻や陶器の破片、直接手で拭くか、植物の葉や海藻を使用していました。それからお尻を紙で拭くようになる時代まで、忠義と呼ばれる木のヘラ、別名クソベラやトウモロコシの芯を使用していたりもしました。さて、12世紀後半の絵巻に、ガキ草紙というものがあります。これは六道のうちが軌道に落ちたものを描いたものですが、高下駄を履いて排便している様子が描かれています。そして人間とガキの周辺には忠義と紙が散らばっている様子が描かれています。この絵巻には言葉書きがないので推測するしかないのですが、
この頃、鎌倉時代にはすでに上流階級の人々は紙を尻始末に使用していた可能性があると考えられます。つまり中国では6世紀頃に、日本では12から13世紀頃に、多分ヨーロッパではかなり後に、お尻を紙で拭く習慣が生まれていたと考えられるかと思います。ただし日本でも庶民が紙を使えるようになるのは鎌倉時代よりずっと後の江戸時代からです。庶民の日用紙として多く用いられたのは、古紙を溶かして漉き直したあまり質の良くない再生紙、ちり紙の浅草紙です。それでもそういった変化は都市部での話で、農村部では大正時代の頃まで木の葉や藁のほか、古来の忠義が用いられ続けていたとの話もあります。そして驚くべきことに、日本でいわゆる現在のトイレットロールの生産量がちり紙を逆転したのは1977年なのだそうです。意外と最近でびっくりです。やはりトイレットロールに切り替わった大きな理由は、トイレの水洗化と言えるでしょう。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。今日のお話を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、チャンネル登録の横のベルマークの通知設定を押していただきますと、新しい動画がアップされたとき、すぐに通知が届くのでおすすめです。それではまたぜひ、ささやき旅館の館へお越しくださいませ。次回の動画でお会いしましょう。